皆さん、こんにちは。DOHC エンジンは、もともとレーシングカーやスポーツカーに搭載され、後に大衆車に広まって、今では軽トラックにも採用されているほど普及しています。そこで、今回は DOHC エンジンを搭載した昭和の FR スポーツ車をご紹介します。1. ホンダ S800。 ホンダの小型スポーツカー S シリーズの第3弾として1966年に登場した S800 は、先代の S600 が最高出力57馬力を発揮する超高回転型 DOHC エンジンだったのに対し、排気量が 800cc まで拡大されたことで最高出力を70馬力まで向上。 S600 よりも収束トルクが増えたことで、より扱いやすい特性のエンジンに生まれ変わりました。この小型直列4気筒 DOHC エンジンは、レース用オートバイの開発でノウハウを持っていたホンダだからこそ開発できたと言っても過言ではありません。また、S800 の初期モデルは、駆動方法もユニークで、四輪車では珍しい、チェーン駆動を採用した FR でした。チェーン駆動の影響により、アクセルのオンオフで、車体が独特の挙動を示しますが、これは S500 から続いてきた S シリーズならではの特徴として、現在もチェーン駆動のモデルにこだわるファンもいるほどです。 2. 三菱ギャラン GTO-MR。 1970年にスタイリッシュな外観の2ドアファストバッククーペ三菱コルトギャラン GTO がデビューしました。当時のアメリカンスポーツカーを小さくしたような印象のボディは、たちまち若者から絶大な支持を得ます。発売当初に搭載されていたエンジンは 1.6 リッター直列4気筒 SOHC のみでしたが、すぐに DOHC エンジンを搭載したギャラン GTO-MR をラインナップに追加。ギャラン GTO-MR 専用の 1.6 リッター直列4気筒 DOHC エンジンは125馬力を発揮し、最高速度は時速200キロを誇ります。しかし、1972年、排出ガス規制の強化により、ギャラン GTO-MR の生産を終了。わずかな販売期間と高価なモデルであったことから、今ではかなりの希少車です。3. トヨタカローラレヴィンスプリンタートレノ。1970年に登場したトヨタ初代セリカのセリカ 1600GT に、まだ日本では一部のスポーツカーにしか搭載されていなかった DOHC エンジンを搭載し、世間一般に DOHC イコール高性能の象徴と認識させることに成功しました。そして1972年には小型大衆車だったカローラとスプリンターのクーペに DOHC エンジンを搭載したカローラレヴィンスプリンタートレノを設定。両車の車両形式が TE27 型だったので、今でも27と呼ばれて愛されています。外観上での通常のカローラスプリンタークーペとの違いは、より太いタイヤが収められるオーバーフェンダーが装着されている点で、搭載されていたエンジンはセリカ 1600GT と同じ 1.6 リッター直列4気筒 DOHC の 2TG 型です。当時のプレミアムガソリンを使う油塩廃屋仕様の 2TG 型は、最高出力115馬力を発揮。
レギュラーガソリン仕様の 2TGR 型でも110馬力で約860キロの車体には十分すぎるパワーとなっており、スポーツドライビングの愛好家たちからはスカイラインやセリカより速いと評され、高い人気を誇りました。4. イプズジェミニ WG1971年、 GM の関連会社だったイスズは、 GM 傘下のオペルが生産していた小型車カデットをベースに、ベレットの後継者にあたる初代ジェミニを1974年に発売しました。当時のトヨタカローラや日産サニーよりもワンランク上の車格でイスズの主力車種となります。そして1979年にはスポーツカーの117クーペ用に開発された最高出力130馬力を発揮する 1.8 リッター直列4気筒 DOHC エンジンを搭載した WG シリーズを追加。さらに1981年には強化されたサスペンションや LSD を装備したWGR を発売し、ファンからはベレット GTR の再来と評されます。リアバンパーの下から覗く斜めにカットされたデュアルマフラーが WG の特徴で、エキゾーストの音も低音が響くスポーティーなサウンドでした。1985年に FF 化された2代目ジェミニが発売されますが、しばらくは初代も併売され、1987年に生産を終了します。 5. 日産スカイライン RS。 1969年に発売された日産スカイラインの高性能モデルである初代スカイライン GTR は2リッター直列6気筒 DOHC エンジンを搭載し、レースで勝つために開発されたモデルです。しかし排出ガス規制の強化により1973年で GTR は消滅。1980年代になると高性能車はターボエンジンが主流となります。一方でGTR のイメージからスカイラインに DOHC エンジンを望む声は多く、その声に応えるように1981年に発売された6代目には2リッター直列4気筒 DOHC で最高出力150馬力を発揮する FJ20E 型エンジンを搭載したスカイライン 2000RS が追加。FJ20 型は同じ2リッター直列4気筒 DOHC のトヨタ 18RG 型よりも近代的な設計がなされており、パワフルでピックアップも良く、RS シリーズは高い人気を誇りました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。